い、こんにちは、ソルインです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン。新女の子が芝居で楽しむシャドーバース。てなわけで22週目ですね。ニュートラレスはやはり鬼門ですが、やっぱ押し切れないんだよな。はぁ、きつい、きついよ。頑張っていくしかない。実に厳しいが、相手がめっちゃなんかやっぱり今はちょっと守護多めの環境やからやりづらいね、いろいろと。打点上げても押し切れないし、助教多いってもしょうがないんだけどさ、悔しい。なんや、またなんか留守電入ってるけど、なんやろね。樋口バイトさん、ああもう全くやめる。うわー、どないやろね、これは。パパ、ママ、ルナを守ってね。いやー、手加減なし、本気でいくわ。自己転売やないで。あー、行くぞ、乙女がないよ、つまんないよ。いや、上から引こうよ、引けるよ、引ける引ける。大丈夫だ。よろしくね。よろしくね。はい、よろしくです。あー、事故る事故る。まあ、とりあえず各ターンのアクションは取れるけど、これでまあドロシーでしょうね。まあまあドロシーじゃないな、まあまあはははって感じやけどな。書に記されぬ知識を求めて。はい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 。あくびが出る展開だね。なかなかガンガン進化していけってことやな。ガビガビつけたゴム。まあいいんじゃねえか、ゴブリンちゃんで次は2体処理して、いいんじゃない。はいはい、すっごい魔法試してみようと。はいはい、あーはいはい、逃げたゴム。殴り合いだね。まあ、これで相手がね、ドロシー持ってないとかいう展開やったら結構胸熱なんやけどね。魔物の相手くらいなら私だって。レッカの術で燃やしてあげる。一回の失敗じゃ逃げないわ。次フィードちゃんじゃん。ドロシーよな、持ってるだろうけどね。どこで出てくるかやね。このターンで出てこないならワンターンあるか。ああ、相打ちをご所望かならば別に構わへんけど。はいはいはい、ああいいですね、いいですね。私は貴様らを許容しない。全然いいですよ。ああよく、ま、全然良くないね。まあまあ全然良くはないね。まあこの辺まだね、予定ってやつですか。はいはい、ゲートね、出てくるね、出てくるね。めんどくさいね、めんどくさいね。どうしようかな。さあどうしよう。怖いよ。はい、進化圏は使ってこなかった、使ってこなかったが、しかしって感じだね。超絶可愛いフィーナちゃんにお任せってね。ルナと遊ぼう。フィーナちゃんのいるところ笑顔と勝利ありよ。どりゃやっぱ打点足んねえよな。ちょっと調子が悪かったけど、戦乙女がないからちょっと除去足んないけどな。粘っていくしかない。まあこっから相手がドロシーなければ頑張って処理していくって感じになるからね。うん、武闘も2枚あるし除去はそこそこ。ああ、美味しくない落とされ方。この落とされ方はないな、ちょっともったいないね。わいじは死がない魔法使いじゃよ。これで決めるわ。はい、じじい、若い頃思い出すわい。やれやれって感じだよね。さあどうするかな。これは厳しいね、正直。まあほぼほぼ詰んでるね、これだと。もう返せないね、返せないね、無理だね。これはどうするんですか。武闘一発やったとか、たかが知れてる。何ができんですかって話じゃないですか。負けたね、詰んだね、完全に詰みましたね。ありがとうございましたですか。無理だね。はっはっは。ジジイでもせめて殺して終わりにするか。これにはここが限界じゃん。ああ、しょうがない。ほら、きついよね。すごいすごい。ああ、無理よ。やれやれ。もう
ちょっとやりようありそうなんやけどな。怖いよ。まあ、相手の展開次第ではもうしょうがないからね。負けちゃったけど楽しかったな。はいはいって感じですわ。仕方ないけどね。何があっても高橋入れてればな。こうなると無理だわね。処理追いつかないからね。はい、バイバイでした。